どうも皆さん、チャオ、モカです。ということで、今回はついにね、ジャンプ発売日ということで、1週間空いてね、やっと発売したわけなんですけど、ブラッククローバーの最新話をね、こちらを簡単に見ていきたいなと思います。まあ、今回のページ261、夜の影ということでね、ついに影魔法のあの男ですよ。あいつの正体が出てくるということで、今回はね、センターカラーということで、めちゃめちゃかっこいいセンターカラーになっているわけなんですけど、這い上がれ、闇を救えということでね、まあ、師匠を救えというふうに書かれてるわけなんですけど、まあアスタがね刀をついて後ろに闇が背を向けて立ってるっていうね、ちょっと今日のさねこれちょっと描きたいなって感じするんですけど、うまくね描けるかちょっと分からないんでね、まあ、この後にサムネを作るんですけど、うまくできてたらいいなって感じしますけど、まあそれに関してねサムネがどうなってるかでね多分判断できると思うので、そこはねチェックしていただければなと思うわけなんですが、今回もね黒の情報弾があって、今回はアスタと闇のメモワールということでね、1闇と出会う、2闇から教わる、3闇と共に戦うってねところで、闇とアスタのね今までが描かれてるってね感じになるわけなんですけど、今回はね王都ですね、やはり王都に一度戻ってきたということで、アスタ君の命に別状はない、ただこの右腕これは未知数だ、手の施しようがないっていう風に言われてしまうわけなんですよね。まあ右腕がね悪魔の手になってるってところで、やはり右腕戻ってないですね、戻ってないんですけど、まあこれがどういうことなのかということで、ね、未知数っていうところでね何が隠されているのかってところであるわけなんですが、金色の焼き弾が壊滅的でね、他の回復魔道士にも見せたいところだが、君たちは軽傷で本当に良かったよっていう風に、他の回復魔道士たちは、まあ、金色の焼き弾のねアジトが襲撃されたということで、そこに行ってねいろいろ治療をしているみたいですね。そのシーンが、ね、一コマだけ描かれてるわけなんですけど、でフィンラルがアスタ君と闇さんが守ってくれたのでっていう風に下を向きながら言っているわけですよ。もう闇がね連れ去られてしまったので気が気じゃないわけですよね。でグレイがね、ゴーシュ君もちゃんと調べてください、ちゃんとっていう風に焦りながら話してるわけなんですよ。でゴーシュに関してはこれは本当に彼は体を体験で貫かれていたんだねっていう風に聞き直されるわけなんですけど、これは回復なんてレベルじゃない、もはや組織が組み替わっているっていう風に言われるわけですよ。まず組み替わっているってところで、まあね回復魔法じゃないなって感じはしてたわけなんですけど、やはりね、まあ、組み替わっているっていうのがどうなのかちょっとわからないですけど、組織っていうところでねやはり細胞というその辺が関係してるので、まあ、だいぶ前に出したグレイの魔法っていうところでね、まあ、そこにあった血液とかそういう剣のねあの岩とかをゴーシュの体に変身させて変えてるんじゃないのかっていうね話をしているわけなんですけど、なんかそれに近いような感じがしてるので、なんか当たりに近いのかなって感じがするんですけど、君の魔法の本質は変身ではないのかもしれないっていう風に言われるわけなんですよ。変身魔法って言ってるのに本質は変身じゃないでどういうことなんやって感じもするわけなんですが、まあ、これに関してはね別の動画出そうと思うわけなんですけど、次にバネッサとフィンラルですよ描かれるわけなんですけど、2人のね表情がマジでやばいですよ。本当にもう誰か人死んだみたいなね顔してるわけなんですが、まあ、闇が連れ去られてるってところで気がめいってるのもあるし、あとは世界が終わるっていうところでね、そこに対する焦りとかやばいっていうね追い込まれてる感があるので、その辺とかも関係してるかもしれないんですけど、後日また団長会議が開かれると聞いた、今君たちがやれることをすべきことはしっかりと休むことだっていう風に言われるわけですね。で次ですよ、満月の夜が、ね、来るわけなんですけど、アスタがね部屋で眠ってるわけですよ。これに関してね防御のアジトとかではないわけなんですけど、ベッドの上で眠っているわけなんですよ。めちゃめちゃでかいベッドなんですけど、でアスタがね目覚めるわけですね。バチッっていう風に目覚めて起き上がるわけですよ。で息切れをめっちゃしてるわけですね。はぁって感じで息切れをしてるわけなんですけど、なんかすごい悪夢でもね見たのかって感じはしますが、まあ、もしかするとね闇を連れ去られるシーンのもう一回夢で見たとかね、そういう可能性もありますが、アスタがねグリムワールを開くわけですよ。グリムワールを開くと、なんとここで闇の刀ですよ。闇から前回借りていた刀が出てくるわけですね。ズズズズって出てくるわけなんですけど、もうアスタがねもうすごい顔してるわけですよ。目をまん丸にして歯を食いしばってるわけですね。でこれでね、まあ、考察当たってきましたね。闇の刀をアスタがもらったで、もうここの中に入ってるってことはねアスタの剣になったということなので、やはり見た目がねこのダムの剣とかみたいになってたので、もう闇魔法を使える刀ではないっていうような意味を示しているのが、まあ、闇から託されたっていう、ね、ところに繋がってくるのかってところであるわけなんですが、まあ、ここに入るならねその鞘が必要ないっていうところで鞘を投げるんじゃないかって話をしてたところに関しては、まあ、なくなったと普通にグリモワールの中に入ったってね流れではあるわけなんですけど、まあ、この刀が出てきたのを見てアスタもね焦って、もう上半身裸ですよ。上半身裸のまんまこう建物から、ね、出ていこうとするわけなんですよね。でめっちゃハハハハ走ってるわけなんですが、急にアスタがこうビタンって止まるわけですよ。でなんだ体が動かないっていう風に言ってるわけなんですよね。でどこに行くんだいってね
ここで来ましたよ。ついにアスタの後ろには影魔法の男がいるわけですよね。ってことはこれナルトでいうシカマルみたいなね、影魔法の術みたいな感じがするわけなんですが、ダルダ動けないのはあいつの魔法っていう風にアスタが焦ってるわけですよ。で、ナミ団長を助けに行かねえとっていう風に言うわけなんですけど、無理だよっていう風に言われるわけですね。君が行こうとしているところには君一人では全く叶わなかった悪魔付きと、それ同等の力を持った者があと二人はいるんだっていう風に言われるわけですよ。って思うとこいつね、もう王都に帰ってきてるわけじゃないですか。スウェード王国に忍び込んでたけど、王都に帰ってきてるっていうところで早くねって感じしますよね。なんでこんな帰ってくるの早いって感じがするわけなんですが、スウェード王国のね国境付近にいたっていうのを考えると、フィンラルとかね、アステルもだいぶ前に入ってたっていうところを考えると、こいつのことも知っているってことを考えたら一緒に帰ってきたっていう可能性もなくはないんですけど、スペード王国の国境付近にいたっていうのを考えると、こいつもねスパイに入ってるっていうのがバレたので、そうなると撤退するために合流して一緒に帰ったっていう可能性もあるかもしれないんですけど、アスタに関しては初対面なわけですよ。頼みの悪魔にも見切りをつけられている、その右腕のこともよくわからない、そんな状態で行くのは勇敢でも何でもない、無知で無謀だっていうふうに言われるわけですね。で、こいつなんでっていうふうにアスタ思っているわけなんですよ。なんでこいつそんな全て知ってんねんっていうふうに思ってるわけなんですけど、それでも行かねえと、俺がこうしてる間に闇団長がっていう風に言っているわけなんですが、あんなやつ放っておけばいいじゃないかっていう風に言うわけですよ。誰か死んねえけど、お前に闇団長の何がわかるんだっていう風にアスタがね言い返すわけなんですけど、よく知っているさ、粗暴で乱暴で凶暴、不真面目で不道徳で不誠実、ろくな人間じゃないっていう風に言うわけなんですけど、この瞬間にアスタが今までの、ね、闇との思い出とかね、過去を思い出していくわけなんですよ。全てがバーって描かれるわけなんですけど、負けてしまったのならただのバカ野郎だよっていう風に言われるわけですよ。でもアスタもさすがにキレて、メツマっていう風に叫ぶわけですね。そうするとこのグリモワールからメツマの剣が降ってくると、で降ってきてこの鍵魔法を解除していく。で、今度はこれは宿魔かな、宿魔の剣で切りかかりに行こうとするわけなんですけど、なんか無数の手で取り押さえられるわけなんですよね。俺に勝てない人間では到底闇を助けることはできないよっていう風に言ってるわけですよ。で、ここでアスタが悪魔に呼ばれたあの一言を思い出すわけですね。お前が弱いからだっていうね、この一言を思い出すわけなんですが、アスタが思いっきり泣いてるわけですよ。俺がもっと強かったらっていう風に言っているわけですね。で、影魔法の男が言うわけですよ。君は愚かだねけどって言いながら、このフードをね脱ごうとするわけなんですが、いい人間だ、俺は好きだよっていう風に言うわけですね。なんかこの顔ね、どっかで見たことあるような顔で、なんか誰かに似てるね、これ誰かに似てるんですけど、なんかねポニーテールみたいなのしてるんですよね。一つくくりになってて髪が超長いと。で、安心しないよ、闇はまだ生きているっていう風に言うわけなんですね。まだっていう風に言ってるわけですよ。で、この言っている顔のここですね、目の上、眉毛の上には角が生えてきてるわけですよ。ベーグっていう風にアスタが驚いてるわけなんですが、あんたは一体っていう風に聞くわけですよね。そしたら、俺は黒の防御副団長ナハト、君が望むなら教えてあげるよ、悪魔の力の使い方をっていう風に言うわけですね。で、現れたのは黒の防御副団長で悪魔付きっていう風に書かれてるわけなんですよ。まさかの悪魔付きだったっていうねところあって、なかなかにやばい展開ってあるわけなんですけど、なんかねただの悪魔付きじゃない気がするんですよね。というのもこのね右肩を見てみるとね、なんかちっこい悪魔みたいなのが乗ってるんですよ。で、しかも同じ角の形をしているっていうのを考えると、なんでこいつね悪魔がもうすでに見えてるんやって感じがするわけなんですが、あとね思うところとしてはね、こいつのグリモワールにねクローバーのマークないんですよ。どういうことって感じしますよね。って考えるとね、こいつもしかすると元からの闇の知り合いみたいな、魔法騎士に入る前の闇の知り合いって可能性もあるんかなって感じもしますけど、どうなんですかね。クローバー王国の人物じゃないからこそグリモワールにクローバーのマークがついてないっていうね、そんな感じの流れになるような感じもするんですが、まあ、こいつに関してもね、いろいろと思うところがあるのと、力使い方を教えてあげるっていうところでね、ちょっとここに関しても思うところがあるので、その辺に関してはね今週ちょっとどんと、ね、出していきたいなと思うわけなんですが、今回ねこんな感じでページ261話、ついに、ね、鍵魔法の男がやってきたっていうところでね、今回の考察が何個か当たっているのが、まずはこの鍵魔法の男ですよね。こいつが副団長だったっていうところと、これに関してはねもういろいろと言われてるところなので、そんなすごいなって感じのところでもないわけなんですが、あとはこの刀ですよね。闇の刀がアスタのものになったっていうところと、4本目の武器が刀だったっていうところでね、これもだいぶ前かな、だいぶ前に出した動画で刀なんじゃないかって話をして、ここでね刀を4本目の武器として手に入れてきたっていうところでね、そこに関しても考察が当たってきたというところと、なんか与えかけてるなっていうのがグレイの魔法についてですよね。回復魔法じゃなかったっていうところに関してはバレッサがねそれっぽいことも言ってたので、それに関してはそうやろうなって感じがするわけなんですが、一体どんな
感じにして帽子を作ったのかっていうところですよ。それに関してね、ちょっと以前に考察を出しているわけなんですが、もう一回ね改めて今週まとめて動画出そうと思うので、その辺とかねぜひチェックしていただければなと思います。ということでね、今回はブラッククローバーの最新のページ261を簡単に見ていきました。今週もねここから出てくる新しい考察っていうのをどんどんね出していこうと思うので、ぜひねそちらの方もチェックしていただければなと思います。ぜひね皆さんの気づいたところありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。